はい、おはようございます。今日もめちゃくちゃ気持ちがいい天気です。あそこ鳥飛んでますよ。鳥なんか今日雨だと思ったら夏空になりましたね。あそこ月が見えておりますけど、どうでしょうか。はい、昨日はね全部 iPhone12 ミニで撮影したんですけど、今日から GoPro に戻します。まあやっぱりね iPhone12 ミニはこう使ったりもするし、でこう撮影するときにカメラのアプリを起動してレックをして置いてってなるんですけど、この GoPro はここにねあのボタンがついてるんで、ボタンポッと置いてポッと置くだけ。あとはだいたい画角はもう分かってるんで撮れるかなっていう感じでやってましたけど、やっぱりね撮りづらくはないけど、うん、操作性とそのアクション、やっぱこう手間、ちょっとした手間なんですけど、こういう風に日常動画を撮影していると、やっぱりあの手間っていうのがね非常にリスクなんですよ。こう撮ってこう置いてって、そういうのがねこの GoPro ないんで、もう今日からやっぱり GoPro 復帰いたしますということで、今日の予定は一切ないんで、まあ、スケボー行ったり、まあ、ほのぼの自宅で過ごしたり、という、まあ、日常動画になり、いつも日常動画ですけど、何の変哲もない、あの、フリーランスのど田舎、長崎の田舎に住むフリーランスの日常になりますので、今日も一日、皆さん、頑張って、ぼちぼち、楽しくやっていきましょう。懐かしいね。歯磨きカレンダーをちょっと間違って赤に塗ったということで、はい、パパの登場でございます。あー結構な労力がかかりそうやね。これが一番難しい。失礼しました、腕疲れた。あ、そういうことね、うん、ではまたちょっとオレンジっぽいけど、先生にこれ黄色やけんがって言わんの。わかるんじゃない？今からね、午前中のワークをやっていきたいと思います。はい、今ね、いろいろ作業が一段落ついて、で今から、動画のスクリプトなんかを書いて、撮影まで、YouTube の撮影ですね、テック系の YouTube の撮影を行いたいと思います。今日は天気がいいんでね、外にちょっと散歩でも後で行きます。スケボークルージングでちょっと行きましょうということで、ちょっとそれまではね作業を頑張りたいと思います。はい、で今回の Vlog の最後にね、この Vlog チャンネル、 YouTube チャンネルね1000人登録したので収益化になっておりまして、皆さんね広告見られてると思いますけど、まあその収益をもとにこのチャンネルでのね、まあ経費みたいな形でちょっとね撮影の費用対効果として、こうトントンにしていきたいなという野望はあるんですけど、全くトントンになってございませんので、この Vlog のまあ後半でこのチャンネルの5月かな、5月の、実際に確定した、広告収入をお伝えいたします。皆さんびっくりしますよ、本当にむちゃくちゃびっくりすると思いますので、ぜひご期待ください。じゃあ YouTube の撮影やります。終わりました。ちょっと暑いんでね、ルイボスティーに水分補給を行いたいと思います。はい、これあのルイボスティーにというものなんですけど、ね、麦茶とかウーロン茶とはまたちょっと違ったテイストの、まあ、ティーかな、ティーです。美味しいです。なんか大人の味みたいな感じがするので、ぜひ皆さんルイボスティーにおすすめです。麦茶みたいにガブ飲みするっていうかも、まあ、ティーみたいにちょっとずつこう味わって飲むみたいな感じです。
よいしょ。うん、なんかこう薬用を、薬用っていうか味わいがね、さっぱりしてるんだけど体に良さそうな味がします。はい、ということで今から動画編集やっていきたいと思います。そうだね、あのマイナンバーカードの、ね、申請をやっておこうかと思います。今年の3月の確定申告でマイナンバーカードを申請していなかったがためにかなり苦労したんですよ。マイナンバーカードさえあれば青色申告みたいなのもネット上で本当に簡単にできるんで、ちょっと交付申請をやりたいと思います。やっとかないと思う本当に。ちょっとはい、マイナンバーカード総合サイトで今からちょっとマイナンバーカードをね申請したいと思います。はい、バッチリ今ね、あのマイナンバーカード申請終わりましたんで、あーちょっと一段落というか、来年ねまたねギリギリあしてなかったっていうことになりそうなんで、皆さんフリーランスとか、まあ、個人事業主の方は多分ね、してなかった方は今年とか去年とかもそうですけど、きつかったと思う。来年から少しね、楽になりそうです。ここの弥生青色申告みたいなソフトを使って、そのまま申請ができますね。ただ、申請ができなかったんですよ。マイナンバーカードがないと。そこがね、改善されるであろうと思いますので、なんか、一段落。今日はね、ここ2階なんですけど、風がね、すごく吹いてる。こんな感じ。気持ちいいですよ。風があるからね、これ風なかったらもうエアコン入れないとあれなんですけど、まだ風あるからね、大丈夫そうです。じゃあ引き続き午後の枠やっていきたいと思います。ということで、今日ね皆さん6時から7時の間の今日ねローカルのニュースエブリデイというテレビにこの間の取材ね、あの海トピアね、山中さんの海トピアの手伝いの中でねテレビ取材が行われてが放送されるみたいです。今日なのでもしかしたら石田さんチラ映りしてる可能性ありますから、ちょっと今日夕方からね みんな家族でみんなで見てみたいと思いますので、ぜひこの Vlog でも皆さん見逃した方はねここで見られると思います。で全く出てない可能性もありますけど、はい、では今から午後のワークをやります。はい、ちょっとね暑いっす。もう暖房エアコン一切入れずにもうフリーランスになったので無駄なお金は増やさないってことで、今日はね風がね、髪の毛わからん、ほらなんか風あるでしょ、ほら風わかります、髪の毛揺れてるでしょ、風があるね、まあまあいいですね。ちくいちゃんのコメント欄でねいつもコメントしていただいてる方ありがとうございます。毎回質問とか募集してますので、石田さんこれはどうなってるんですかとかいろいろねご質問あるかと思います。僕の生活を見ていて、なので質問はね随時受け付けておりますので、コメント欄にね励ましとか応援のコメントいつもありがとうございます。その他にも、まあ、これはどうなってんのみたいな質問どうぞぜひコメント欄によろしくお願いします。それを返答しながらねちょっと動画のネタにしていけたらと思っております。はい、ということで引き続きまだまだやっちゃいますよ。今日はもう夜はやらずに夕方バリバリねもう汗かきながらやってますから、はい。めちゃくちゃ暑い。
あとはもうね、作業もないし、特に予定もないし、ここで一回ね、ちょっと、この Vlog の収益についてちょっとね、ご紹介したいと思います。すいません、汗だくです。すいません。この Vlog チャンネル、皆さんご存知の通り、毎日、ほぼ毎日と、この間ね、ちょっと、この間しくじったか、しくじってないか。とりあえず毎日、投稿はできています。まあ、つまり、一月約30本ぐらいは毎、まあ、毎月ね、出してるんですけども、撮影時間はね、こういう風に片手までやるんで、まあ、特別その、いつも撮影してるって感じではないんですけど、まあ、それの撮れ高によっては、ちょっとこう、2時間とかやっぱかかったりするんですよね。3時間とか。編集ね、編集。まあ、できるだけね、1時間ぐらいで終わらせようと頑張ってはいるんですけど、まあ、来れば来るほど時間がかかるので、ある程度クオリティはまあ、保たれつつ頑張りすぎない感じで、まあ、2時間。つまり、1日約2時間ぐらいを Vlog に投入してるわけですよね。撮影時間とは別に。編集時間とか投稿時間。で、そのぐらい頑張っております。で、皆さんね、テック系チャンネルをご覧のか、なってる方々ご存知かと思うんですけど、テック系のチャンネルもね、半年ぐらい頑張ってバンと爆伸びして、今はめちゃめちゃ順調にやらせてもらってるんで、かなり収益としてはね、もう天と地と炎の差があるんですよ。この Vlog チャンネルと比較すると。で、実際、確定した収益は公開していいということで、Google から言われています。Google さんもね、言っていますので、僕の5月、4月か、だから4月か。4月の確定収益を皆さんにね、ここでちょっとね、ご紹介したいと思います。まあ今後、まあこれは別にルーティンするわけでもないし、今後もずっと紹介していくわけではないんですけど、ちょっと今日のネタとして、ちょっとね、収益を昨日か一昨日ぐらいの Vlog からお伝えしてたんで、ちょっとご紹介します。先ほど言った通り、毎日投稿、毎日2時間、30日だから、もう60時間以上 Vlog に費やして、なんと4月の広告収益、9000円。9075円。はい、ありがとうございます。9075円、ありがとうございます。いやー、多分ね、時給換算でね、何十円とかやってると思います楽しいからやってるんですけどね、もうこれが楽しくなかったら無理でしょうね。楽しいからやってるんですけど、まあこのぐらいの金額だと、僕のこのチャンネルの登録者数と再生回数ではこのぐらいだということで、皆さんね、ご認識いただければと思います。はい、ということで、今からね、お風呂入っていきたいと思います。はい、パックの日程でございます。これほら、誰やったかな、あ、パパちょっと出た今。チラッとは出るやろ、さすがに。あー、よかった、昨日俺徹夜でこれ作ったんだから。ギリ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 よ。アナウンサーみたい。あー、そうね、パパちょっと映ったよね今。え、そうなの。見えやった。ちょっと帽子かぶってた。帽子かぶってた。あ、待って待って、パパ映ってるよ。よかったね。ちょっと出たね。もう出らんと思ってた。もう出らんと俺も思ってた。この有効っていうフルーツを使った魚だけめちゃくちゃうまかってことさ。甘いってことさ。お寿司屋しかった。あ、そうなの、有効おしまい。パパ楽しかった。まあ楽しかったは楽しかったけど、まあそういうことなのね。ほらほら、いっちゃん出た。いっちゃん出た。結構出たるのか。結構出たやん。出た。新しいはい、皆さん今日一日お疲れ様でした。じゃあね、今からね、本を読書しながら眠りたいと思います。そして明日の予定ももう全くありませんので、まあ、自由にね、過ごしていこうかと思います。サウナ行こうかな、明日。まあ、今日ね、プロフェッショナル、僕好きなんですけど、プロフェッショナルで、庵野監督、エヴァンゲリオンを、作った監督さんで、皆さんご存知だと思うんですけど、僕ね、エヴァンゲリオンね、
3回挑戦して3回挫折してるんですよ。ただの劇場版見たいなと思って、今度ほら新作映画に公開されて、今もやってるのかな、わかんないですけど、見に行こうかとね考えてたんですけど、コロナ禍になったのでちょっとやっぱ行けず、なのでまあ劇場版のなんか 1,2,3 部作は 見ようかなとは思ってるんですけど、テレビシリーズはね挫折したんですよね。でもね、安野さんのね、プロフェッショナル見てたら面白いことに気づきました。やっぱりね、この Vlog とか映像の演出で一番重要なのはアニメーションもそうですけど、アングルだそうなんですよ。アングルなので、今後ね僕もね Vlog アングルをね、ちょっとね面白いアングルないかなとか思いながらちょっと撮影していこうと思っております。なのでそういうなんか面白いアングルでその Vlog をね今から撮影していきたいと思いますので、その辺もねちょっとねお楽しみいただければと思います。で、あんまりこう喋りすぎない方がいいのか、喋った方がいいのかとかね、ちょっとよくわからないので、皆さんからね、もしご意見があれば、別に喋らなくてもいいよみたいなのがあれば、それでも行こうかなと、まあ、僕の一日の日常をほのぼのと見たい方と、僕の語りが好きな方と、まあ、どっちが多いのか、どっちがいいのかなという部分があるので、ぜひね、そこら辺ね、皆さんお気づきの方はね、コメントしていただければと思います。ということで、本日も皆さん、お疲れ様でした、一日。ではまたね、明日の Vlog でお会いしましょう。